皆さん、こんにちは。今日はハーバード大学と MIT、マサチューセッツインスティテュートオブテクノロジーですね、の大学トーナメント。MIT とハーバードはいろいろな催しがあって、積、え、分、ー、大会とか数学のトーナメントをやってるみたいですね。えー、西のカリフォルニアではですね、スタンフォードと UC、あバークレーですね、 えー、えーか、カルテックはどうかなカルテックはあんまりあ参加しないのかなあい,いろんなことで対抗し合ってるみたいですね。そういった中の数学の問題です。で、まず最初にこれパッと見るとですね、場合がたくさんあります。えー、これが、えー、正になる負になる、これが正になる負になる、これが正になる負になると、全部バラバラにしてやると、 まあえー、バイナリーでいうと8つのケースがあるということですね。でもそういうのをちょっとあ少なくするためにですねこう x が123と x がこれの時 x がこれの時で2つの領域に分けるということでやった方が 簡単ですね。だからまず x が1より小さいときっていうことは、えー、これが負になるので1マイナス x とこれが、えー、負になります。だから2マイナス x とプラス3マイナス x とこれがまずここですね領域値 領域2領域3領域4に分けてやると領域2は1から2ですねだからこれが正になるでも2より小さいので 2−x とそして 3−x ということですね3番目は x ス1のえー これは3より小さいけど2より大きいということで2より大きいから x-2 ですねで3より小さいから 3-x とで最後の4番目が3より大きいから全て x は大きいのでそのまま x ス2 x ス3とそれでこれどうするかっていうと、えー、各領域ですね各領域でその答えを、えー、区切ってですねでつなぎ合わせるということをやればいいわけですねで1はまあ簡単ですね、えー、1ス x が2のス x の プラススのマイナ x だから、えー、マイナス x が消えて x は2プラス3マイナス1で、えー、4と、えー、これはダメですね1は1よりも小さいということがありますから、ね、2番はどう,いうかどうかというと x マイナス1 2のマイナス x プラス3マイナス x ですね。じゃあこれ、えー、3x が2プラス3プラス1で、えー、6ですか。だから x はあ x は2だと。で2の場合は x は1より小さいからこれもダメですね。 3番の場合、x-1 が x-2 プラス 3-x ですね。で、これ x が消えて、x は -2 プラス3プラス1で2と。で、3の場合は2と3の間ですから、これもダメですね。えで、4の場合、x-1 が x マイナス2プラス x マイナス3、えー、これを消して x はマイナス1プラス2プラス3で、えー、4とでこれは、えー、3より大きい場合ですからこれはオッケーですオッケーだからこの答えだけが正しくて他は全部この 最初に設定した領域外にあるので答えにならないですねだからこれのみが正しいということですいいですか今日はここまで